島流しの実態。今回は島流しについて取り上げます。島流しにされた有名人として後鳥羽上皇、後醍醐天皇、宇喜多秀家、西郷隆盛などそうそうたる面々がいます。彼らは島でどのような生活を送っていたのでしょうか。日本では古代より死刑に次ぐ極刑として島流しが頻繁に行われていました。死刑に次ぐ極刑ですから死の危険性が高かったことが容易に想像できます。まず島まで移動すること自体が危険なことでした。長い船旅であり、船が台風などで難破、座礁することもあれば、船内で疫病が蔓延し死んでしまうこともありました。そして島についても、特に古代においては島自体が未開の土地であり、危険な動物がいたり、田畑が少なく米などの収穫量が非常に少ないところや、台風が直撃する島もあり、その生活は過酷でした。しかし天皇ともなると様子は少し違ったようです。後鳥羽上皇は1221年に源頼朝の死後、相次ぐ鎌倉幕府の権力闘争に乗じて倒幕の兵を挙げます。これを承久の乱と言いますが、北条政子に敗れ、隠岐に島流しに会いました。隠岐は島流しの土地として知られ、724年に佐渡や土佐と同じく御流の地と決められました。御流とは京都から一番遠い国に追放されるということです。この他に都に近い順に昆流、中流と3つの区分があったようです。後鳥羽上皇は京都に帰ることなく村役人の村上家から奉仕され、1239年に亡くなりました。島では和歌を読むなどして過ごし、沖本心古今和歌集、円筒音百首などを歌集として残しました。後鳥羽上皇が仮御所にしていた元福寺跡には1939年に沖神社が建てられました。そして後鳥羽上皇を祭神としています。天皇だけあって島流しといっても大切に扱われていたことがうかがえます。しかし生涯帰郷を許されることなく隠岐で生涯を閉じました。なんとも寂しい最後ですね。次に後醍醐天皇。後鳥羽上皇が流されてから111年後の1332年に同様に倒幕の兵を挙げます。しかし倒幕に失敗した後醍醐天皇は隠岐に流されました。隠岐で後醍醐天皇は何をしていたかというと、真言密教の秘法を用い、昼夜を問わず幕府の滅亡、そして自身の皇位回復を祈祷していました。その祈祷が効いたのか、後醍醐天皇は1333年に隠岐を脱出し、再度倒幕の兵を挙げ、鎌倉幕府は滅びるのです。こちらも天皇ということで大切に扱われていたと思われます。次に宇喜多秀家。関ヶ原の戦いにおいて西軍の実質的な総大将となった武将です。戦国時代では罪人については処刑が多く、何かと手間のかかる流刑は減っていました。宇喜多秀家は関ヶ原の敗北後、薩摩へ逃げるも最終的には徳川家康に投降します。島津家や前田家の除名嘆願があり流罪となりました。島では客人扱いされ、妻の実家の前田家からの仕送りもあったので飢えに苦しんではいませんでしたが、厳しい生活であったという逸話が残っています。その逸話の内容は、江戸から出向いた代官が宇喜多秀家を狩り屋に招いてご馳走したところ、秀家はご飯を2杯おかわりして3杯目は返しに包み、このような美味しいご飯はこの島ではなかなか口にできないから、ぜひ家族にも食べさせてやりたいと言って持ち帰ったのです。代官はあまりの痛ましさに悲嘆し、白米2俵を送ったということです。島では美味しい白米が潤沢にあったわけではなく、最低限の作物で食いつないでいたというのが実態であったようです。客人の宇喜多秀家でさえこの有様ですから、庶民の罪人の生活はかなり厳しかったことでしょう。宇喜多秀家の子孫たちは
八丈島で存続し続け、明治2年1869年に社免された際には20家にもなって島の主になってしまいました。最後に西郷隆盛。西郷隆盛は島綱理明に抜擢され、幕府改革派の中で一橋慶喜の擁立に尽力していました。しかし島綱理明が急死し、井伊直弼の弾圧により窮地に立たされてしまいます。西郷隆盛は清水寺の住職月照と共に入水自殺を図りますが、死にきれず一人生き残ります。そして奄美大島の龍郷へ島流しとなり、この地で生涯を終えようと妻の愛かなをめとり、子を設けてささやかな生活を送ります。その後時勢が動き、藩からの召喚命令で活動を再開した西郷でしたが、主君斉彬に代わって藩権力を握った島津久光を地頃薩摩言葉で田舎者と呼び、久光の怒りに触れて徳之島ついで沖の選ぶ島への流罪となってしまいました。西郷の牢は二坪ほどの草吹きの小屋掛けとはいえ、四方格子作りで風よけの戸もありませんでした。まさに独房でした。牢番の監視のもと、西郷は以来ここを一歩も出ず、ひたすら自分と向き合いました。食事は冷えた麦の握り飯に焼き塩と真水でした。衣服や髪の手入れもなく、着替えもありませんでした。西郷はここで新しい自分を発見しました。到達した西郷の悟りが以下の名言です。命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は始末に困るものなり。この始末に困る人ならでは、官難を共にして国家の大業は成し得られぬなり。西郷隆盛は沖の選ぶ島で死ぬような独房生活を経験した後、再度島津久光に呼び戻され、第一線で活躍することになるのです。ここまでは有名人を中心に島流しを見てきましたが、ここからは江戸時代の庶民の島流しについて見ていきましょう。徳川吉宗の時代に編纂されたお定め書き百箇条を見ると、島流しになる罪状が書かれています。殺人、鉄砲の秘密所有、賭博の常習者、不義密通、恐喝、密貿易から放蕩などにより島流しとなりました。島流しの刑期は終身です。ただ将軍の代替わりに恩赦となることがありました。また最低5年は島暮らしを送り、本土に住む身寄りの人が寺に赴いて嘆願するという条件も付されていました。刑を赦免されて本土に戻れた罪人は3人に2人ほどであったといいます。刑期が数十年経っていたということも稀ではなく、すでに死亡していたという例もありました。島での生活は見知らぬ土地に放り込まれて自活を求められる生活です。大半の島は耕作に適した土地が乏しく、もともと住んでいた島民すらたびたび飢えるほどであり、土地は痩せ細っていたのです。流刑者が一碗のご飯の争いで他の流刑者を殺傷し、罰としてさらに過酷な島に島替えさせられるということもありました。食べるものがないと餓死か犯罪かの二者択一となるわけで、島民も見捨ててはおけません。島民は自分たちの作物を収穫した後の畑を流刑者に開放して残り芋などを提供する瀬垣が行われていたとのことです。流刑者は島民の畑仕事など雑役に従事して食料を得ていました。病や老いによって労働ができなくなると括弧を回って物乞いして食いつないでいました。このように多くの罪人にとって流刑地での暮らしは死刑の方がまだ良かったと思えるほど過酷なものだったのです。このチャンネルは歴史上の人物やエピソードを知ることで、あなたの人生を豊かにしていきたいというツッチーの思いをもとに作られています。今後も一緒に歴史の旅を楽しんでいきましょう。チャンネル登録ポチッとよろしく。